こう動画を撮るようになってからいつもこうメモするのよ。なんかこう面白いことがあったりしたら芸人やじゃあほんで僕結婚してるんですけど結婚の挨拶行ったんで最後寝る前に歯磨くやん。でなんかおかしいなと思ってたんやけどでもうまあいいわと思ってもうそのまま 歯ブラシ終わって寝たらなんか泡立てへんしなと思ってたんやけどよくよく奥さんに聞いたら俺が歯磨いてたんお母さんのポリデントって。いやいやびっくりして全然泡立てへんしほんでなんかダマダマになってさもうピンクの折れへんから自分の両親もさそういうのをしてないからえ、あの粘着あるあれじゃないですか。あ、そう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 。でも多分ポンポンってテロップ出してもらうけどほんまアクアフレッシュと全く一緒やから。へえ。で色もピンクやしわかんわ体調悪いかもしれない。でも私はもうなんかどっかワイン持ってったんですけどワインハマりたてでちょっと生きてワイン持ってったんですけど、うん、そこの家にあの栓抜き、うん、が残ったんですよ、うん、でわざわざまた買いに走ったんですけどそういう時ってなんかどうにかしようありますか。あるあります。ワインのコルクの上のさキャップシールを取って靴のかかとにはめてでこうドンドンってやったらどんどんコルク上がってくる。そうなんですか。っていうのもあんねんけど割れる可能性も全然あるから家ではできない。もう外、外で、ね、じゃあ外一回やってみようか。はい、いい企画できたかもしれない。やってみよう。オープナーなしでワインは開けれるのか、はい、やってみます。楽しみね。楽しみ。Facebook でワインマフィアオンラインというコミュニティもやってるのでぜひ参加していただきたいです。概要欄からアクセスしてください。チャンネルで紹介したワインはご購入も可能です。もれなくみなちゃんが一緒についてきます。女性の方は僕がついてきます。買わないです。ワインのイベントの告知も随時行っていきたいと思いますので、はい、ワインご興味ある方はぜひチャンネル登録お願いします。はい、お願いします。